ではバイスです。バイスです、はい。まあ、バイスっていうとやっぱりあの話題になったのが主演のクリスチャン・ベールの、 あのそっくりさんぶりっていうのがまず一つあったんだけども、はい、あの最近だともうすごくあの実際にあった事件を元にしましたっていうかもう引きも切らないって感じなんですが、はい、バイスの場合だとそれをあの単純にこうそっくりに再現しましたで止まってんじゃなくてすごく意識的にずらした作り方をしてるのがもうすごく面白かったですね。途中であのここでお話が終わりますって感じでエンドタイトルが勝手にせり上がってきちゃったりとか、はい、映画全体の語り手っていうのが出てくるんだけど一体何者なのかっていうのはおしまいの方までわからないっていう、実際にあった事件を元にしてるんだけどもそれを再現するときにいろんなズレを持ち込んできて、はい、ズレの中にあのバイス、あのバイスプレジデントの傲慢さとそれとあの一般の国民と あのどうしようもないあの隔絶して意識っていうのをうまくあの当てはめてきてるっていうすごく高度な作り方してるのが面白かったですね。フィクションの映画に、フィクション 100% の映画もあればフィクション 90% で、10% 実際の事実を入れて全体にリアリティを持たせるっていうのもあれば 90% ドキュメンタリー本当にあった実話、だけど 10% 嘘を入れてこれはこれで面白さを増すみたいな、いろんなパターンのが増えてきてましたね、特に政治家ですね。あのホームランドっていうあのこれシーズン8ぐらいだと思うんですけど、あのアメリカのテレビドラマありますよね、ありますね。あれなんて、まあ、あのノンフィクションかフィクションかわからない、あのドラマが先にあってその後にパキスタンとかドイツとか、実際に事件が起きていくっていうのは本当に怖いですよね。何かしてんじゃないか、見事にドラマの後に事件がテロが起きていく、同じ場所であれどうしてんだと思いますかね。現実が芸術を模倣するっちゃありませんけどね。まあね、有名なのはあのイラクに攻め込む時にね、某アメリカのテレビ局がお金を出してそれを全部追いかけていったっていうね、のもやりかねないんで、本当にホームランドはあれはどうなってるんだろうなと思いますよ ね。あれはノンフィクションにフィクションなのか、フィクションにノンフィクションなのかっていうふうに、まあ、バイスもどこまでっていうのは見ててありましたね。まあ 100% のフィクション、まあ、ノンフィクションって実はありえないことなんですけど、ね、はいはい、全て真実っていうのは、ね、そうですね。ドキュメンタリーであろうと、ニュース映像であろうと、それこそあの監視カメラの映像であろうと、まあ、何らかのバイアスっていうか、そうですね、それは必ず入るわけで、そうですよね、不平不当、そういう意味だとあのテレビ局が不平不当あの放送法で歌ってるっていうのは冗談言っちゃいけませんよってことは、本当はなるんだけども。チェイニー副大統領つながりで、まあ、僕が感じたのはその前のスコークロフトがいてキッシンジャーがいてっていう、何でしょう、あの辺の時代までは国民のことを考える、民のことを考える、で相手の国のこともリスペクトするっていうのが、まあ建前だけなんでしょうね。まあ建前ですけどね、キッシンジャーとか、思いっきり建前だけなんでしょうけど、なんとなく記憶してるのはそのイラクの湾岸戦争が始まるときに、スコークロフト曰く、まあ、イラクが求めてるのは金でも名声でもなく石油でもなく、彼らはディグニティだと、尊厳だと、なので尊厳を求めてる国民に攻め入っちゃいけないと、喧嘩しちゃいけないと、それは僕たちはベトナムで習っただろうって何かに書いてたか言ってたかを見て思ったんですけど、で、まあ、早々にあの形だけは言って、まあ、引き上げてくるっていうのをやってたと思うんですけど、2000年ぐらいからもう相手のことをリスペクトしない、殲滅してしまえっていう政治になって、まあ、トランプなんて、それの一番究極の形だと思うんですけど、なんかその辺の
ディグニティを尊重するっていうのがもう全然今なくなってきてるなと、まあ、その流れでグリーンブックが、まあ、これグリーンブックの時に話しますけど、はい、ディグニティっていうのが、まあ、品位と尊厳が分かれてビゴモーテンセンとあのアルシャラフィーでしたっけ、がマハシャラアリー、はいはい、尊厳、ビゴモーテンセンが品位、その同じディグニティをキャッチボールしながらっていうのがグリーンブックだなと思って、バイスとあのつながるなと思って見てたんですけどね、正義っていうのはあのどうしたってあの建前の世界だと思うんですよね、はい、建前っていう言い方悪いけれども、はい、やっぱ実際にはそうでなくてもこうなきゃいけないよっていうのは、はい、あのなきゃそういうのをこう忘れてはいけないことだと思うんだけど、はい、最近だとあの建前クソくらいで本音を言っちゃったのを受けるっていうことがすごく増えちゃったから、本音というか、本音が民のため、国民のためにやってるんだったらいいんですけど、もともとそれがなってない、全然じゃあ、あのいろんな事情があるから建前だけでもそうしないといけない、いや建前ももうね、全然これ人権蹂躙じゃないのっていう、森達也さん、達也さんですかね、あの愛新聞記者、これ後で話しますけど、につながってくるんですけど、もうね、政府が人権蹂躙してんだから、もう国民としてはもうね、やるべきことは決まってんじゃねえのっていう森達也さんのメッセージだと思いますね、これ後で話しますけど、なんかちょっと建前がね、もう建前すらもなくなってきてますよね。ですね、建前っていうのが悪ければ あるべきあの姿っていうんですかね、実際にはそうでなくなってないってのはもちろん分かってるんだけども、なってないからそれは嘘で、あの、無視していいってことに、なんか割と安直に飛びついちゃってる感じが、傾向が強いなと思って、まあ、そういう方が楽だからって、そういうことなんですかね、ちょっと正直言って理解できないんだけども。まあ、こちらはね、理解できないですけど、それを体現化したっていうのが、なんかチェイニーっていう感じがしますよね、もう露骨に。露骨に。トランプに至ってもそれがなんと大統領にまで行っちゃったっていう、そんな感じがしました、ね、バイス。